ジでもやっていきます。おし、ダンザリホッカブリング、どこ見てた、ジジイ。いや、なんでみんなそんな非公式やりたがるの。いや、わからない、その思います。エリア入ってんだよな、お前。エリア入ってんだよな。もうこれ繰り返し、やばない、この短時間で旗こんだけ抜ける気なんて多分他におらんで。はい、どうもキュンです。マジで激アツガチャ来ましたね。これ絶対引いといた方がいいんだよね、皆さん。なぜかというとね、グヘルフィーが出るからです。もうこのガシャの中で当たりはグヘルフィーだけなんですけれど、マジでこいつ100レベルにしといた方がいいんで、まあ何回も言ってますよね。いや、グヘルフィーそんな強いかって思う方いると思うんですけど、まあ今後めちゃめちゃ化けるとキュンさん予想してますし、まあ現環境でも全然舞うことできるんで、もう今日ちょっとね、キュンさんの本気見せようかなと思ったんですよ。本気のキュンさんのグヘルフィーの立ち回り見たいっしょ。見たい方この段階で高評価よろしくお願いします。肉牛のホラゲーチャンネル、肉牛ベーター。まあ、キュンさんならね、ホラゲーぐらい簡単にできますよと。もうホラーって言っても、所詮はゲームや。そんなんでさ、いちいち驚いたりせえへんねんけど。まあ、いつも通りのね、強気なキュンさん見に来てくれたら嬉しいです。というわけで、これを見てるみんなは、肉牛ベーターのチャンネル登録もよろしくお願いします。あ、で、パーティーこんな感じですね。グヘルビーね、まだ91レベルなんですけどね、まあ、全然余裕ですと。で、裏レナミです。レナミ裏つでできればなんとかなるんでね。はい。まあ、レナミの出番ないと思うんですけどね。考えていきましょう。で、まずね、もうディフェンダーいようが、白シャンいようが、問答無用、旗抜いちゃいましょう。はい。旗抜くとクールタイム1が短縮で、もうこれを常に回転させることで、このキャラ生き続けると、相手に嫌なことをやり続けることができるんで。で、基本的にね、戦おうとしなくていいと思うんですよ、このキャラって。な、いざという時にスキルに使うみたいな感じ。だから、むやみに使わない方がいいような気がする。で、あと通常ビーチいいんで、まあ、回り感じね、しっかりしていきたいなと思うんですかね。はい、完璧ですね。はい、これ騙させて、で、旗向かいましょうと。で、今ね、もうこれやんなきゃ、どうせ追いつかれると思ったんで、スキルにいきなりぶっぱしてみたいな感じなんですけどね。そんな感じで使っていきましょうと。OK。で、これ通常リーチ、先もお話しした通り、間合い管理重要っす。結構リーチ届くんで、相手にジャスカイされないようにだけね、気をつけて、一度目で、追い出した時一度目、2、3みたいな感じでね、やっていけたらなと。はい。で、こんな感じでどんどんね、いろんなとこ点々としていきましょう。抜けば抜くほどダッシュ速度速くなっていくキャラなんで、もう加速し続けると。はい、もうそんな感じで、相手にね、隙を与えないと。ロジャーは怖いな。これもう全集中はなんじゃそりゃ。なんじゃそのみ。まあ、これ受けとくか、しょうがない。でね、これスキル2がめちゃめちゃ優秀で、ちょっと打ちますよ。ジャスカイされるかな、ジャスカイされるかな、オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。されたね。で、これすぐ押すと、はい、これ回避できると。ね、なんかね、タイミングによるんですけど、ジャスカイされても、これ押し出し効果があるんですよね。なんで、うまいことその後ね、すぐ回避をすると、ジャスコです。まあ、タイミングずらせることも全然あるんですけど。はい、肉回収して、この旗抜きに行きますと。もう今、いいですね。めちゃめちゃいいよ。あー、これジャスト、危ない。はい、で、こんな感じで、通常ね、1度目、2度目とか、1、1、2、3、使い分けていきましょうと。うわー、それカウンター、きつい。で、やばいなと思ったら、相手のマップをね、見つけて、相手の旗見つけて飛んでいくんですよね。はい、これ、KO できるね。常にマップ見ましょう。もう相手ならすぐそこ飛ぶぐらいの感覚でいいと思います。今みたいに、不意をついて撃って、キルしてしっかりそこの旗抜くっていうのもちょっと大事なんで、まあ、常にね、取捨選択してやっていく必要があるかなと、まあ、それは気づかんて。それは気づかんけど、スキルにがあるからなんとかなるか、まず通常で。あ、あかんな、これは持っていくしかない。ってか、オッケーオッケー、ヒットすれば問題ないの。でも、こうなったら守れないんで、守れんことはないけど、なんか、で、グヘルフィーもなんか守ってる時間がもったいないんで、捨ててでもいいんで、他の旗確実に取りに行くっていう動きしてた方がいいかなと思います。はい、で、使うとこれスキル2で OK です。出撃時はね、出撃時でちょっと無敵まとってるじゃないですか。だから亀裂入んないんで、まあ、そういうのもちょっと工夫しながら使っていくといいですね。だからもうめっちゃ強いっしょ、これスキル2。スキル2じゃねえわ。このグヘルフィー。めっちゃ強ない?で、終盤ね、グヘルフィーを、生き延びさせるとほんと厄介なんで、ああ、完璧っすね。さあ、次どこ行こう、次どこ行こうな。ちょっと、ここでルックさんが被ったらちょっと厳しいけど、うわ、やっべ、これ取られるな。いやー、今のはちょっとなんとかすんなあかんかったから、間に合うから、落ち出せても間に合わないね。え、負けるんかい、めっちゃ調子よかったのに。と、まあ、こんなこともありますよ、と。ただ今、7旗4キルなんで、結構いい仕事したと思うんですよね。いや、この企業力は化け物なんよ。はい、2000メートルいきます。で、このインペルダウンステージね、特に相性良くて、こう、ちょっと入り組んだ複雑なコースの方がね、ありがとう、キドコさん。めっちゃ優しい。もう、野草だな!ありがとう。そういうステージの方が結構立ち回りはいいっすね。狭いステージよりかは、こいつは広いステージの方が絶対いいっすね。で、あとは空島のさ、地形変わるとこ、何こいつ、ちょ、怖いね。ジャスト、もう、ムシ、戦わない。相手にするな!アンチと一緒。相手にするだけ時間の無駄。で、白髪ズレイディさんはちょっと厄介なんで落としておきたいな。これジャスト取らない。やっぱりめっちゃ食らった。
で、あとそのこのエリア内で1対1だったら、有利には出れるんで、そこら辺もちょっと把握しながら。ただ、キュンさんね、あんまね、固執しないかも。相手とかだったら飛んでいくみたいな、こんな感じで、どんどんポン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 飛んでって、肌抜いてた方がいいかなと思う。で、これもエリア内って何も恐れないしね、絶対1点し続けるんで、怠慢だったらね。エリア内で怠慢だったらの話。ただ、味方が入ってきよるよね、たまにね。はい、こう背中からついていく。さあ、もう忙しいな。なあ、グエルビル解説忙しいな、マジで。まあでもやってること簡単なんで、とにかく空いてるとこ飛ぶだけ、飛んで抜くだけ。やばくなったら逃げるか、もう、覚悟決めて月にぶっぱするからね。まあ、今のもう、意味ないんですけど、今跳ねたのね。でもあれで攻撃回避できたりするんで、まあちょっと時間稼ぎで使っただけみたいな。まああとはエリアの中滞在し続ければ、はい、オッケー、素晴らしい。いや、これっすよ。やばない、ゴドリームめちゃめちゃ完璧な動きだったと思う。これ理想の勝ち方、あれないですよ。まあだいぶ、グエルビーの強さはね、説明できたと思うんでね、ちょっと雑談兼ねていきたいんですけどね。非公式って何さ、ちょいちょいさ、非公式問題出るじゃん、X で。あれなんなんマジで。いや、なんでみんなそんな非公式やりたがんの。いや、わからない。その、価値観がそれぞれやから、ケンさんはちょっとよくわからんけど、あれ。で、なんか、なりきれんやつがおったりすると、たびたび炎上したりするよね。まあでも確かにね、キャラのイメージとかに関わってくるからね、そういうのなんか敏感な人は敏感かもしんないね。まあ、キュンさんもね、嫌だもん。なんか、好きなキャラとかがさ、飛行士とかいてさ、これちょっと、バジュラングだけ気をつけて、絶対バジュラング以外ので回避しなくていいぐらいの感覚。これは回避するけど、推しキャラとかがさ、こう、飛行士誰かやってる、そいつがなんかさ、めちゃめちゃ、見る引くことやってたらさ、そのキャラのイメージにかかってくるじゃん。なんかその、けどサボ好きなんだけどさ、サボをさ、テレビに見るたびにさ、その、悪い非公式の、その文章とかが、そいつの行いがちょっと頭よぎったりするとちょっと嫌だもんね。わかりみ、それはちょっとわかりみかも。だから炎上すんのか、よ、知らんけど。あ、てか、このシャンクス気をつけてね。ルビーの一体特性を無効してくるスキル持ってるんで、それだけは気をつけてください。だから、白シャンマスちょっときついですな。エンマちょっと待って待って、エンマ怖いな。エンマも怖いけど、てか、エンマってこれ、フォークガトリング入んないんだよな、これ。ダメージ。入んないよね、回復しちゃうもんね。まあ、なんで、押し出すか時間稼ぎか、みたいな感じで、通常でボコしていく。通常で削っていければ、それでオッケー。はい。で、もう抜いていくと。で、エンマは、ま、基本的に外からの攻撃はこんなもんなんで、大したことないかなと思います。エリア入ってんだよな、お前。エリア入ってんだよな、お前。残念残念。じゃあ、そのスキルの使い方絶対違う。あ、いけいとこも止めんかって危ない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 。もうこうやってオッケーナイスラミュー。よっしゃ、これも任せようで、行くと短いジャスト取りたい。うまっ！まあでもさ、皆さん、ね、X ってやっぱ、嫌いな人を好きな人って絶対いるじゃん。嫌いな人なのもさ、もうさ、ブロックでいいじゃん。ね、見なくていいんだよ。仲良くしよう。みんな仲良くハッピーに行こう。チキチキチュッチュで行こう。結構さ、X のこの晒し合いみたいなのするとさ、不思議でしょうがない。なんでブロックせんの？なんか永遠とさ、終わらん晒し合いやっとる人とかおるけどさ、あれようわからんの。目的なんなん？結局もう仲良くすればよくねって思うんだよ、あそこまで。あそこまで連絡取っとるってさ、ある意味あれよね。親とか友達とかにも連絡取っとるんちゃうの？まあ、どうでもええけど。はい、ここ抜いたら勝ち。あー、やばい！とまあ、こんだけベラベラ喋ってもね、ある程度活躍できましたよと。それがエグルピー、グヘルピー。ちょっと同じ時間帯でまとめて撮ってるんでね、なんか同じステージですいません、本当に。ただ、インペルダンめちゃめちゃ得意なんで、もうパラダイスなんで、このステージ。本当にね、使ってください、皆さん。絶対ガチャ引いてね、もう当てて。素体持ってないともう論外よ。絶対持っといた方がいいからね、こいつ。今こんだけできるけど、今後マジで化けてくっからね、こいつ。おし、ダンサリホッカドリング！どこ見てた、じじい。ボケーしとったな、じいさんな。ほんとにもう抜いちゃうからね、キュンさん。で、これはちょっと状態異常は怖いけど。はい、オッケー、抜く抜く抜く抜いて、この後の状態異常なんとか回復したいからダウンさせて、あー、ジャストだった、そこは。あー、もうちょっと待って、オッケー、ナイス。ナイスさよ、ナイスさよ、1対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 1しか。で、この時もね、マップ見て、周りに敵がいないかとかちょっとちゃんと見て、ちゃんと見て、でも危なくなったらこれ逃げていいと。あえて抜こう。抜いて HP 回復。次また逃げたいよね。次また逃げたいよね。逃げれる場所あるかな。オッケーオッケーオッケー。もうこれ繰り返しやばない。この短時間で旗こんだけ抜けるキャラって多分他におらんで。いやー、これ100レベルなった時むっちゃ楽しみやんな。で、肉取って回復していきましょうと。それは避けれんって。まあ、そこまで言うならお前ガシャ引きやって話なんですけど。
いやまあ遅からやから100にはするんでね、ちゃんと毎日かけら交換しますし、今星4のかけら、わあよけれってそれ、そうで星4のかけらも今2000個以上あるんで、もういつでも100にできると。やばいよね、星4のかけらそこまで食べるともう逆に使うのもったいねえとか思っちゃうもん。まあいつかちょっと思いっきり使おうかなと思っておりますけど、てかとりあえず次の超別出るまでは一回貯めたいかな。いやてかそこの白ひげの援護うまいしは、なごみちゃんきつやば踊りされるな。これもう味方信じてもう今朝旗出しなくすね、これもはい、オッケーナイスオッケー、抜きでかいとか一気に大逆転じゃん。おい大逆転パラダイスじゃん。オッケー、どんどん行こう、調子よ、ここから巻き返す。今のところ何もしないからな、キューさん。で、また親父がいるんで、これジャストしていくんだ。ジャストもむずいんだよな、これ。デフォーカードリンク、ゴリ押しの、はい、KO していく。はい、抜こう、デフチャンクス。うわー、そうだった。もう、これ気をつけてみんな。え、時間めっちゃ際どいやん、もう、レナミ行くか。え、どうしよう。どこ行ったらいいんだろうな、これ。とりあえずなんか、落雷を確実に当てて、足止めしたい。いや、だから抜かれてるね。で、ブーストも来るんで、ちょっと待って、あ、かぶっちゃ持ってこんの結局、グエルビ最後はでかいけれども、飛ぶことできないんでね。オッケー、これ KO できるね。オッケー、はい、ナイス。で、ここ間に合うかな。オッケー、勝ち確くーははは、グエルビマジっつえ。まあ、キューさん何もしとらんけど、この回。はい、MVP、猫にジャラシーさんおめでとうございます。猫にジェラシー、猫に嫉妬って意味。え、どういうこと？あ、猫ジャラシーってこと？待ってて、どんな日は草